松沢秀明は、日本の牧師、親友のアーサー・ホーランド宣教師と共に、元暴力団組員による、電動団体ミッション、バラバやバイク愛好者のグループである、ザ・ロード・エンジェルスを創設した。所属教団のキリスト兄弟団のみならず、長教派の様々な政界で講師を務めた、説教家でもあり、詩人としても活動した。埼玉県に生まれる、 少年時代はシンナーで遊ぶ不良だった。学生時代は剣道部に所属していたが、キャプテンを殴って退部する。1972年頃の19歳の時、シンナー中毒で震えている時に、父親がたまたま野外伝道で、キリスト兄弟団なります協会の案内のチラシを受け取り、それを持っていたことで父親に、キリスト教会に行くように勧められ、教会に行くことになった。 そこで、ナリマス教会に行き、小林連直牧師の牧師夫人に出会い、救いの確信を得てその場で牧師になりたいと思ったと言われている。キリスト教大団の神学校である、ハトリ聖書学院に入学する。が、卒業の3ヶ月前に結婚問題で神学校を退学する。退学後は、1年間百科事典を売るセールスマンをする。 小林連直牧師が帰ってくるように招き、小林の配慮で、成ります教会の副牧師、キリスト教大団の補強師となる。小林牧師の詩式で結婚する。しかし、結婚3ヶ月後に妻が重症の脳腫瘍になり、死ぬのを待つばかりになる。しかし、必死で祈り奇跡的に癒される。松沢夫妻のアメリカ旅行中に出会ったことがある。アンサー・ホーランドが、 宣教師として来日後、名古屋から東京に移動した直後の1984年頃に松沢の元を訪ねてくる。それ以降、コーランドは松沢の修正の親友になり、講師ともに様々な活動を共にすることになる。松沢が講師になったジェリコジャパンの1987年の会場になった大阪城音楽堂1987年から1994年の リバイバルのための集会である、ジェリコジャパンでは説教者、講師として活躍し、1989年には引退した小林連直の後を継いで、成りま協会の主任牧師になる。1990年の湾岸戦争時は、ホーランドと一緒にヨルダンアンマンの難民キャンプに救援物資を運ぶ。1993年には、ホーランドの呼びかけで、元ヤクザの聖書研究会を、 なります協会で行う。その集会の名前を決めることになり、松沢の発案で、バラバという名称になる。これが後に電動団体ミッションバラバに発展する。1997年3月14日、ホーランドラ11人のメンバーとともに、ホワイトハウスバイクショップで、クリスチャンバイクチーム、ザ・ロード・エンジェルズを設立し、発足式を行う。同年8月には、長野県の延山、 1998年には沖縄から北海道までホーランドと共にバイクミッションを行い日本全国を駆け抜ける。1999年には米国のロサンゼルスからニューヨーク、シカゴを移動しアメリカ大陸横断を行う。2001年にはリ・シゲタケ監督の映画クロエに花屋の店主役出演した。2001年5月第51回ベルリン国際映画祭の コンペティション部門に招待され、ホーランドと共に、ドイツのベルリンを訪れる。2004年頃、持病の C 型肝炎の悪化のために、牧師を1年間休職するが、翌年2005年には、医師より、余命宣告を受けた。また、詩人としても活躍し、2005年から詩集を発表し、死後にまた一出版され、合計2冊の詩集が出版されている。 2006年12月21日に埼玉県新座市の格安ホテルであるホテルアメリカンの4階の窓から当時52歳の知人女性と共に転落する。救急搬送されるが1時間後2人とも死亡が確認された。埼玉県新座署は埼玉地検に松沢の殺人と覚醒剤取締法違反の疑いで書類送検する。しかし被疑者死亡のため不起訴となる。 12月27日、キリスト兄弟団理事会の事件に関する声明の謝罪文が、教団の公式ホームページに掲載された。その後、松沢に代わり、教団理事である小平牧雄が、成り教会の主任牧師に任命された。4月には、沢村晋三が副牧師に任命された。2007年3月のキリスト兄弟団の、教団総会にて、事件の再発防止のための、 教団刷新委員会を立ち上げられる。ナリマス教会総会で3月には、アーサー・ホーランドなどの協力牧師、及び役員が辞任した。4月20日に、キリスト教大団の公式ホームページにて、再び声明文が出され、その後の事故の経緯と教団と教会の対応について、述べられた。事件後の警察の検視の結果覚醒剤が、検出されたが、松沢の死因は、 過去の薬物使用によるフラッシュバックによりよぎって転落した自己死の可能性があると言われている。ありがとうございます。